この世界は闇のようだ。そのように今言われています。闇となった、闇となった、それは悪い人たちがたくさんいるからだではないのです。この世界が闇となったのは人類が分離を信じたからなのです。人類が分かたれてると信じたからなのです。それによって戦いや対立や隔たりによって傷ついた人たちがどんどん恐怖で身を守るために闇となってしまったのです。ある意味今世界中の人が闇です。心の闇、私服や愛や素晴らしさがなくなってしまっています。そして恐怖に満ちている、そんな世界です。小さい時にバカにされた、差別された、笑われた、やっつけられた、けなされた、ひどい目にあった、ひどいものを見た、そのような苦しい思いをした人たちが大人になり、その猜疑心から防衛をする、身を守るために戦う、それが蔓延している世界です。そして皆が自分が苦しいのは、自分が辛いのは、差別されたからだ、馬鹿にされたからだ、やっつけられたからだと思っているのですが、実はそれは間違いなのです。誰もが苦しいのは分離をしているから、自我だからなのです。逆に言うと、自我がなくなってしまえば、分離がなくなってしまえば、人は至福に戻ります。幸せに戻ります。小さい時にバカにされた、笑われた、やっつけられた、蔑まられた、差別された、やっつけられた、脅された、だから幸せじゃなくなったんだ、だから地位が名誉を惜しい、金持ちになればすごい人になれば褒められれば認められれば尊敬されれば幸せになるんじゃないか、勝てば偉くなればと信じるわけですが、それは違うのです。仮にそのようなものを世界一すごくなっても偉くなっても苦しいままです。それは自分の中に分離があるからです。自分の中に隔たりが、要は自我があるからです。自我があったら幸せにはなれません。どんなに勝っても偉くなってもすごくなっても強くなっても、ある人は体を鍛えて強くなろうとするし、ある人は武器を持とう、ある人は地位や名誉を持とう、ある人はお金を持とう、あらゆるものを手に入れます。しかし虚しいのです。全く幸せになりません。それがその証拠です。地位があれば、名誉があれば、尊敬されれば、スターになれば、すごくなれば幸せになる。しかしないから自殺する、ないから苦しくなる、辛くなる。夢を叶えても苦しいまま、いや逆に偉くなったりすごくなったりしても虚しいまま。原因は自我、分離、戦いの世界だからです。分離の世界、愛のない世界のために苦しいだけだったのです。
ですから私は地位や名誉や豊かさを否定はしません。ただそれだけでは幸せが来ないとは言います。全人類豊かで全人類が尊敬され愛され認められ、当然それの方がいいでしょう。しかし愛がなかったら、分離があったら、自と他の分裂分離が隔たりが対立があったら、私は自分は幸せにはなれないということをお伝えしたいのです。私は父も犯罪者の方々の回帰の仕事をし、その時の精神です。とことん人が幸せに生きるには愛で生きる、犯罪者にもならず悪いこともせず闇の中に入らず幸せに生きるには、幸せに、いやそんなことしたくないほど嬉しくて楽しくて輝いて生きるには愛が必要です。人からもらう愛ではなくて一体の中に帰る愛が必要です。万物の愛の中に帰る、その祝福が必要です。そこから生きた時、真に豊かに真に繁栄し真に幸せを感じることでしょう。そのためには何を手に入れても、どんなにすごくなっても、どんなに王となっても、悲しみでいっぱいです、苦しみでいっぱいです。私は20代の頃に上場企業のオーナーになったり、またその役員になったり、また日本中の人からすごい実業家だ、青年実業家として、またありとあらゆる賞賛やそういうものを受けました。しかしますます孤独となり、ますますそこには何もない空虚感と悲しみが募りました。その時にもそう思いました。なぜこんなに夢のような全てを手に入れたのに、世界一ある意味出世したのに、そこには何もなかったのです。その後自分を見るというセミナーに出会って、そこで初めて愛を見ました。何もいらないと思いました。父にも初めて抱かれました。腰が抜けるほどそこで崩れ去りました。たくさん泣いてボロボロに、その時こそ生きててよかった、幸せだって感じました。決して豊かさや人々から愛されたり認められたりすることが悪いと言っているのではありません。しかし一体性を取り戻さなければ、愛を取り戻さなかったら、それは無意味となってしまいます。他を愛しみ、他国や隣人を尊び、万物全体を愛し、人々を、世界中の人々を幸せにし、すべての人々の喜びのために生きるときにのみ、また周りを尊ぶときに、万物すべてを愛しみ謙虚に生きるとき、自分を愛せて
幸せになるんだ。正義を貫くとき、真の正義、愛を、傷つけられても決して人を傷つけない、人を尊ぶ、うちの母が差別されて苦しんでる女の子に、あなたが差別したわけじゃないんでしょ、私は咲いてるんです、よかったじゃない、あなたは差別する人にならなかった、あなたの幸せは決して傷つくことがないって、ぜひ皆さんに、世界中の皆さんに真の幸せを取り戻してほしい、切に切にマースは願います。追伸です。先ほどお読みすることができなかったご質問があります。マースさん、地位や名誉、またはお金、異性、さまざまなものが欲しいと思います。それを得れたら幸せになれるんではないか、そのように思うのも自然なことのような気がします。マースさんはどう思われますか？おっしゃる通りです。そのようなものがあってもいいと思いますし、そのようなものがあれば一瞬ではあるかもしれませんが、喜びとなるのは当然です。しかし残念ながら幸せや私福は一体性の中にしかないのです。ですからきっと長続きしないことでしょう。一体性、無我性、愛の中にこそ幸せや私福はあるのです。そしてその分離感、自我といった問題は古代から賢者たちがずっと伝えてきたことです。なぜ彼らはそんなに必死に無我とか自我の終焉とか愛とか本質を説くのでしょう。実はそこに深い秘密があります。別に秘密にしてるわけではないのですが、ちょっと難しいのです。それは自我は自我を良くしたいという、また自我を守りたいという野心が生まれるというのが自然なのです。自我を持つと自我を守りたい、または自我が良くなりたいという野心を持ちます。そうしますと、その分離した自我が、自己が、要はこれ偽りの自己と呼んでよいのですが、真の自己または真が本質へ帰るということではなくて、自我が夢を、野心を、念望を叶えたいとした時のことです。そうしますと、こうなりたいのに、ああなりたいのに、こうあってほしかったのに、何なんだ、そうならないじゃないかと言ってうまくいかなかった時に、誰かのせいにします。あいつのせいだ、こいつのせいだ、自分がうまくいかないのは、自分の苦しいのは他のせいだ、あいつのせいだ、こいつのせいだ、このような状況のせいだ、というふうに外側に原因を転嫁していきます。ところがその時に、私が自我が野心、念望を持っていたんだ、自我の問題だ、自我が期待したんだというふうに見ると、そのエネルギーは非常に小さくなってしまいます。他へ向けていた怒りや憎しみ、反発が消えていってしまうのです。そこで、実は私など実は存在しなかった万物だった、
神がだった、宇宙全体だったというふうに気づくと、その分離感は消えてしまいます。その時に現れる安らぎ、その時に現れる至福、安心感、これは無我の安心感、自我の終焉の安らぎ、至福です。そのような自我が縮小した時、隔たりが消えていた時の幸せは本物の至福です。これで生きる時と自我が念望を叶えようとして生きる時では全く違った性質となるということを古代から賢者たちは伝えたのです。ですからこれは非常に科学的なものです。人類はしっかり調べれば、心理学者の方々も民間のトレーナーのセラピストの方々もそこをよく調べれば分かることです。自我の野心や念望は害です。自分の幸せを奪います。そして地位や名誉をそれで得ても、たまに勝ったり偉くなったりすごくなったりしても、実は分離してるから至福がないのです。この至福が人類にとって何よりも宝で、何よりも素晴らしいもので、あなたを真に成功させ、真に豊かにし、真に繁栄させる最大の天からの贈り物なのです。あなたがそれが神の子である証拠であり、愛の表れである証拠なのです。それがないのに地位や名誉や権力や支配をしても何もいいことはそこにはないのです。至福はいつも、幸せはいつも、愛の中に、無我の中に、私などいない中に、自我の野心や念望が終焉した時に必ずあるものなのです。そこから行動する時、そこから行為する時、そこから生きる時、あなたは最高に至福の中で素晴らしい未来を築くことができるでしょう。そして人類が皆そのことに気づいたならば、人類は本当に素晴らしい世界を作ると私は確信しています。素晴らしい未来、みんなが幸せになって、そして豊かで素晴らしい健全な正しい世界を作っていく。そして甘いの苦しみで地位を名誉をありとあらゆるもの、尊敬をスターにも何でもなってもあまりにも苦しいということは闇、真にどんな状況でも幸せで暮らしていけることになることを確信します。以上です。